ヒューストン港はアメリカ合衆国テキサス州南東部に位置する同国第四の都市ヒューストンの海港。4 0トルにわたって公共のあるいは私有の様々な施設が並ぶ大規模な港湾でメキシコ湾からの船舶が港内を端から端まで航行するだけでも数時間を要する。外国貨物取扱い量は全米一 内国貨物を合わせた総貨物取扱い量でも南ルイジアナ港に次いで全米第二、世界第十位の開港である。ヒューストン港はヒューストンシップチャンネルという運河とメキシコ湾に通ずるガルベストン湾からなる。シップチャンネル沿いにはヒューストン港湾局のほか150以上の市企業の施設が並んでいる。メキシコ湾に直に面さず安全度が高いため、 多くの石油会社がシップチャンネル沿いに製油所を置いている。ヒューストン港の石油化学コンプレックスは世界最大級のものである。また、北、アメリカで売られているフォルクスワーゲンやアウディのほとんどは輸入の際にヒューストン港を通過している。元々のヒューストン港は現在ヒューストン大学ダウンタウン港の校舎が立つバッファローバイユーとホワイトオークバイユーの合流点のあたりにあった。 ヒューストンの創設者、アレン兄弟が上陸した地であることから、アレンズ・ランディングと呼ばれるダウンタウンのそのエリアは、ヒューストン市発祥の地とされている。その当時は、メキシコ湾岸のガルベストンにこの地域のメインとなる海港があり、港町が発展していたが、1900年、テキサス州南東部を襲ったガルベストンハリケーンは、ガルベストンの町と港に壊滅的な被害を与えた。 その後、内陸のより安全な場所に港湾を作る機運が高まり、1902年には大統領セオドアル・ウズベルトがヒューストンシップチャンネルの整備費用として100万ドルを計上、さらに1909年にはハリス軍当局が近代的な港湾の建設を認可した。こうして、ヒューストン港は1914年11月10日に大統領ウッドロー・ウルソンによって開港された。 アメリカ合衆国内の主要港湾の貨物取扱量。内国貨物は薄青色、外国貨物は赤紫色で示されている。2005年のヒューストン港の貨物取扱量は約2億1500万トンで、その約半数はコンテナ貨物であった。ヒューストン港にはバーバーズカット、ガルベストンイーストエンド、ベータウンの3カ所のコンテナターミナルがある。バーバーズカットは コンテナ貨物用として設計された最初のターミナルである。ガルベストンイーストエンドは長年のライバル港湾であるガルベストン港から借用している。ベータウンは2006年10月に供用を開始した新しいターミナルである。ヒューストン港内には MV サムヒューストン号という遊覧船を用いた無料ツアーがある。ツアーは所要90分で1日に便。 午前と午後に1便ずつ運行されるが、木曜日と日曜日は午後の便のみの運行で、月曜日と祝日は運休となる。また、9月初めから10月初めまでの約1ヶ月間はツアーに用いる船舶の整備のため、運休となる。レクリエーション用の船舶は、ヒューストン港内の航行を禁止されているため、この遊覧船ツアーが、港内見学の唯一の手段となる。ヒューストン港は、 ヒューストン公安局が運営している。公安局は7人の委員からなる委員会が管理している。ヒューストン氏とハリス軍が合同で委員長を選出し、さらにヒューストン氏とハリス軍から委員がそれぞれ2人ずつ選出される。残りの2人はハリス軍市長、市議員協会とパサディナ市からそれぞれ1人ずつ選出される。日常の業務は委員会の意思に従って、 エグゼグティブダイレクターが管理している。ありがとうございます。